コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇の今垣トップスタートを切っています。2号艇上平も好スタート、逃げ体勢そのまま1号艇の今垣幸太郎、2号艇の上平刺してまくり出そうとするか、3号艇の田中内からは5号艇の白井が続く、刺した2号艇上平真嗣が先頭、外は1号艇の今垣幸太郎に内から接近は5号艇の白井、3号艇の田中4番手、6号艇服部、4号艇浜野最後方でスタートは正常です。一周にマークに向かって2号艇の上平真嗣が先頭、差し返しを狙う1号艇の今垣、5号艇の白井が続きますが、ここでリードを広げました。2号艇上平真嗣が先頭です。3番手は5号艇の白井英二、上位体系は2番、1番、5番です。初優勝を飾りました。思い出の地でオール3連単の成績も持って3度目の正直、そして嬉しい G1 初優勝へ、通算69度目の優勝に向かって先頭2号艇上平、1号艇今垣2番手、5号艇の白井3番手、上位対決第1号第12レース優勝戦ゴール、先頭では上平真嗣、優勝のゴール。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。いやー、よかったですね本当に、はい、追い風がね吹いてきたんで恥ずかしいスタートはできないなと思って。道中どんな思いで走っていたんでしょう。あの2マーク回った時にね、少し離れたんでね、あとはまあしっかりターンマーク回って失敗しないようにと思いながら走りました。レースに集中して頑張りました。頑張りました。やりました。おめでとうございます。いや、最高に嬉しいです。ありがとうございます。